ですね、はい、備えについて考えさせられます、はい、あのニュースを見たり聞いたりしていると自然災害がいろいろ深刻だなと思うんですね。そうですね、ですから備えに対して私もこう意識が高まっていますし、はい、それはそれでいいことだなと思うんですが、大事ですね、うん、日本ちょっと地震が多い国ですよね。そうですね、うん、あの地震の発生率が非常に多いということで、はい、地震大国と言われています、はい、ですから地震も備えが必要ですけども、地震から広がる別な災害にも備えが必要だと言われていますね。そうですね、グラグラグラとあの地震が起きますと、はい、火災が起こりやすいって、はい、そういう検証結果があるそうです。そうですね、うん、なのでもし地震が起きたとしたらとにかく慌てず火を消す、はい、そういう習慣が必要なんですね、はい、地震が起こると停電にもなりやすいということで、ろうそくの火をつけちゃうケースもあるそうなんですよ。あ、そうですね、うん、停電になってるとつけますね。そうですよね、うん、これは危険ですね。あ、火事になっちゃうので。あ、そっか、だってグラグラグラって地震きたということで火を消します、はい、わ真っ暗だっていうことでろうそくにガスコンロで火をつけるって危ないですよね、これね。そうね、うん、ちょっと悪循環だなと、まあ、ぜひ良い子の皆さんは真似しないようにとお願いしたいなと思ってますが、はい、あとねこれ慣れが一番危ないんですよ、これぐらいの地震大丈夫だみたいな慣れって一番怖いなと思ってるんですね。あ、はい、うん、地震が多いと体がはい今の地震はだいたい震度2とかなんか分かりませんそうですね、うん、物が落ちなければ大丈夫かなって思ってますけどね。そうそうそう、はい、うん、あとちょっと今の大きかったなとか3かなとか、はい、自分で分かっちゃったりする時がありますよね、慣れちゃって。そうですね、分かりますね、よく揺れるのでね、うん、まあ、地震があると速報でニュースがありますから、はい、答え合わせをするわけじゃないですけども、はい、やっぱりほら3じゃんとかさ、そうね、うん、なんか体感チェックの答え合わせみたいな何の備えにもなってませんけどもそっかでもね、ほんと地震は怖いですよ、はい、ね、昔からよく言われます怖いものね、はい、地震、雷、火事、水事。あれ水事いやいや火事じゃないよねこの水事って。もうあれも水事も怖いんですけども、怖いんだあのみんな火事は普通にやってますからね、はい、じゃあのもう一度言いますよ、はい、火事になっちゃった地震、雷、火事、鬼嫁ってね親父でしょうよ最近あの親父優しいですから確かに、ね、で一番大切なのは、はい、あの心がパニクらないっていうことじゃないのかなと思うんですよ、ね、心が慌てないということが危機を乗り越える備えに大切な鍵になるなと思うんです、はい、私がパニクる時に思い出す私の師匠のジーザスが言った言葉があるんですね、はい、あなた方は心を騒がせてはなりません、神を信じまた私を信じなさいって。師匠が私を信じろって言うんですよ、はい、うちの師匠オールマイティーですからねそうですよね、うん、心に師匠を思い浮かべてまず落ち着くって、まず落ち着いて行動したいなと思っています。